今日の服は全部 LL サイズ。はい、カームです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、みんな大好き島村です。はい、今回は3000円握りしめて行ってきました。天気が良くて、秋晴れだったし、カーム号の試運転というかね、ちょっと運転しとかないと、休み以外に、休みの前の日以外運転しないから、そういうのも兼ねて、ちょっと用事しながら、はい、で、その延長線上で、よーし、3000円でーって、島村行くぞーって行ってきました。はい、ということで、購入品紹介していきまーす。じゃあ2点目、はい、じゃーん、お袖がかわいいのマネキン、人体に着せられてたんですけど、なんかこうパッと見、あ、かわいいなこのお袖って思って見てたんですよ。そしたらあのリンネルコラボのですよね、この商品だったんですよね。それでお値段が890円と消費税なんで、安いわって思っちゃって、でサイズが LL サイズなんですけど、ちょっとねこちら見づらいかな、この島村の番号はい、で店員さんが外してくれたんですけど、 LL サイズですけど大丈夫ですかって言われたんですけど、大丈夫です、はい、すぐに答えましたこんな感じですね。立ってみます。丈感はこのスキニーでこんな感じですね。横も割れてないですね。きっとシンプルに着ると思います。もしかしたらこういうとこにブローチとかちょこっとつけるかな、そうだな、こう見えて割とね、あのシンプルめな服が好きナチュラル思考でもあるんですよということでね、いや安いプチプラだし LL サイズだし、そうだな、手触りも、うん、なんだろうね、見えない、あ、綿100ですね。綿100だし、もう仕事にはもってこいですね。もうすぐ仕事に絡んだ仕事の時にね、いかに巻くかとか暑くないかとかそういうことを考えてしまうんですよ。普段家にいる時 T シャツとかね、こんな感じで、ラフすぎるぐらいラフなんで、すぐ寝ちゃえるようにはい、ということで、こちらの商品シーズンリーズンの LL サイズLL サイズですね。これをゆったり着たいと思います。多分デニムとかにね、無難に合わせると思いますね。あと、GU のシェフパンツとかとかとか2点目、はい、2点目、じゃーん、バンドカラーのシャツです。こちらはね、手触りすごくいいなと思ったら、サラッとしてるんですけど、ポリエステル65、綿30の045大雑把な言い方で、サイズはもちろん LL にしてきました。でこちらも890円と消費税でした。番号見えますか。ちょっとね、家帰ってきてさっき軽く試着してみたんですけど、首周りもゆったりしててね、164センチで体重が55から56、最近ちょっと力気味だから56ぐらいかな、の私が着て LL サイズで、結構ゆったりしてて、今この T シャツの上とかからゴテゴテで着てみたんですけど、全然あのピチピチ感もなくて、首周りもゆったりしてて良かったです。で丈感なんですけど、こんな感じですね。ちょっとスキニーだったらこんな感じだから、やっぱりゆったりした服に合わせると思います。そしてですね、袖もそうだな、着てみたところそんなに短くなかったですね。こんな感じで多分ツンツク点ではないです色はこれ、中茶、 なんていうのこういうの、中茶ブラウン、ブラウンですね多分。エンジ色に見えるけど、エンジ色に限りなく近いけどブラウンですね。また買っちゃいました。
いやでもこんな安く買えるんだなって思って感動ですね。やっぱ島村は時々ふらりと行くのがいいですね。じゃあ次、はい、最後3点目。はい、じゃーん、こちらも同じバンドカラーのシャツです。先ほどの、茶色のシャツの色違いなんですけど、生地が違います。生地がね、なんかね、ツルツル、ポリエステル90でナイロンが10だから、さっきの茶色のとは全然綿とか入ってるわけじゃないし、違うんですよ、こっちの方がちょっとあったかい感じです。で、値段もこんな感じ、890円と消費税です。はい、間違ってない。黒ですね。で、多分同じだとしたらですよ、着た感じはそんなにきついわけじゃなくて、ここも緩いというかね、程よく首の締まらない程度ないい感じでこう開く感じで着れるかなと思いますが、はい、こんな感じです。ちょっと光沢がある感じです。きっとこれも、どうやって着ようかな。私服買うとき、今自分が持ってる服を考えて、むやみやたらに買ってるわけじゃなくて、何に合わせようかなとかって思ってるんですよね。この丈だったらシャツ、そんなに長くないから、中に入れてもウエスト周りとかお尻周りごちゃごちゃならないかなって思うんですけど、あんまりね、長めのやつをねインしちゃったら、ゴテゴテに、ウエストの周りとかゴテゴテになっちゃうから、あんまりこう好きではないんですが、多分外に出して着ると思います、こちらもシンプルめだから、もしかしたら今後、ニットベスト、合わないかなニットベストで合うのがあればいけないから、シンプルだから黒の場合、さっきのもそうだけど、これもそのままストンって着ると思います。で、柄物を合わせて下に合わせたり、あと帽子とかピアスとかを、ちょっと派手というかカラフル、ちょっと遊び心のあるようなものを合わせたらいいかなと思います。全体的に多分シンプルめにコーディネートしていくんで、で、仕事上なんですけど、今ウールのパンツ、チェックパンツとかあるじゃないですか、ああいうの履けないんですよね、髪の毛ついちゃうから。いっぱい売ってたけど、もうそれには手を出さず、あとゆらゆらしたズボンウエストゴムの、あれもすごい安く売ってたんですけど、いや待て、これに髪の毛が刺さったらって思ったら買えませんでした。ということでですね、今回はこの3点だけだったんですが、3000円ですね、約3000円でお買い物することができました、ということでですね、秋なんだけど、まだ今日この買い物した日はね、暑い感じです。黒い、今日 T シャツ、黒の T シャツに黒のパーカーを合わせて、あともう休みの日って割とスキニーとか多いんですけど、そういうのをね合わせて買い物行ってきたんですけど、なんか店内ガランとしてましたね実はこの、撮ってる日の前の日も違う島村に行って、そこでたまたま友達に会っちゃったみたいなでもそこでは買い物してないんですよねはい、なんか目移りしちゃって、ゆっくりこうぼんやり見に行ってきたんですけど、ということで、今回3点お買い物しましたまた今後コーディネートの方も、していこうと思いますので、よかったらそちらの方も見てください。はい、ということで、この動画が何かの役に立ちましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたしますはい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。